お花紙でとっても簡単に作れるハボタンです。まずお花紙を用意します。私はクリアケースにお花紙を入れて、いつも20色用意しています。使いたい色を選んで、その中から取り出します。真ん中の葉っぱになる小さいパーツはお花紙1枚で作ります。1枚のお花紙を半分に切ります。ツルツルが上になるように2枚をきれいに重ねましょう。これを外側がツルツルになるように半分に折ります。一旦開いて1/3折ります。裏返して山折りと山折りが重なるように折り目のところで折ってきちんとした6等分の屏風折りにします。これを縦半分に折って、先の部分を丸く切り取ります。葉っぱの先のひらひらを作るために、細かく切り込みを入れていきましょう。シュレッダーバサミがあれば3回切るだけで細かい切り込みがたくさんできます。切り込みはねじれたようになるので葉っぱのひらひらがより立体的になります。シュレッダーバサミは100円ショップで300円で買いました。広げて真ん中の部分をホッチキスで留めます。これを丁寧に開いていきます。小さいパーツは破れやすいので、ゆっくりと丁寧に開いていきましょう。形を整えて出来上がりです。これをたくさん作っておきます。今度は一番外側の葉になる大きいパーツの作り方です。これは青緑色のお花紙を2枚重ねて小さいパーツと同じように作っていきます。大きいパーツには茎になるワイヤーをつけておきましょう。
ここでは園芸用のビニタイを使っていますが、フラワー用のワイヤーでも構いません。真ん中に引っ掛けて、反対側でキュッとねじっておきます。ツルツルした方が上になるようにして、丁寧に開いていきます。形を整えて出来上がり。この上に小さいパーツを乗せていきますが、まず色の組み合わせを考えましょう。小さいパーツは3つから4つぐらい乗せます。液体のりを使うとしっかりと貼ることができます。真ん中の部分に液体のりをつけたら、パーツを重ねていきます。まず白、真ん中を押さえます。もう一段白を行ってみます。次はクリームです。上に行くほど潰れないように真ん中だけを押すようにしてください。最後に桜、ぎゅっと押します。ワイヤーを持ってキュッと引っ張ったら、人差し指で押し込みます。そして穴を塞ぐように形を整えて出来上がりです。色を変えて作ってみました。うぐいす色とクリーム色と藤色の組み合わせです。次は若草、白、クリームの組み合わせです。今度はちょっと迷いましたが、藤、ボタンと組み合わせてみました。
一つずつのパーツがとても簡単に作れます。パーツになっているので、みんなで手分けをして作ったり、色の組み合わせを試したりすることが簡単にできます。たくさん作って、お正月を華やかに飾りましょう。